津田京介不良少女囚人の起きて京子の仮隊員が近くなるに従って夫妻は居ても立ってもいられないほど苛立ってきた日下夫妻と小室京子は ほとんど同時にこの女子少年院に東京から送られてきたのだが、ふさえはたびたびの反則で仮退院が少し伸び、上手に立ち回った京子が近々仮退院を許されることになっていた。利口な京子はふさえのことを、ひかさん、ひかさんと刈てまつっていたし、ふさえも同じ島から来た京子のことを表面上可愛がる様子を見せていた。が、 二人の心の底にはどす黒いゾが都会のバスへの飛ぶ川のようによどんでいた群馬県もずっと西の長野県に近くこの名校女子学院があった後ろに標高1 6 5 4ルの花曲がり山が怪異な姿を見せ前を利根川の支流の美しい烏川が流れていた 女子の特別少年院で、関東でも悪質の非行少女を300人から集めていたもう年齢もハイティーンが多く中には二十歳を越した者もいる比嘉房枝は障害で送られ京子は不良交友そして前の東京の収容所から逃走してこの名校に移送されてきた者だったさすがにここでは逃走もできず 彼女も観念したものか、有料少女の一人になっていた。なあ、京子、出たら頼まれてくれないか行動のピンポン場の椅子で、ふさが小声で、並んで腰掛けた京子に囁ささいた。何十八になっているが、まるで十五六に見えるあどけない顔で京子は聞き返した。丸顔で、 笑うと大きなえくぼが左の方にできる。本当に可愛い顔なのだ。目尻から右頬にかけて二寸ほどの切り傷がある。それがひどく、彼女をずべこうに見せている。だが、これは不良少女になったからつけられた傷ではなく、おてんばの小学校時代、有刺鉄線に引っかかって作ったものである。 金をかければそんな傷なんかわからないように治療できたであろうが、その日暮らしの親たちは放っておいた。それが、不良の群れに入るようになったから凄みがつき、一枚看板になったのだから妙なものである。根は残忍なのだが、見かけはひどくおとなしく、表面はおっとりと見える。あたいの家は、戦前は家族だったんだもん。 と彼女は言いいいいしたなるほど彼女の出生地の京都には同情家族で小室家というのはあるが彼女の家とは何の関係もないただ彼女は何かでそれを知り戦前は家族だったと名乗っているだけである嘘をつくことはこの手合いの第二の性格で上手に嘘をつくことがこの社会では出世の一つの条件でもあった。 俺はね、早く帰りたいんだよ房枝がピンポン台から目をそらさずそのくせ先生の方を十分注意しながら言い続けた「届けてくれるな?」京子は黙ってうなずいた「届けてくれ」というのは手紙のことなくらいは百も承知なのだ仮出国の時は院の方でもこれを警戒して持ち物から「 怪しときは身体検査までするだがその手段に彼女らはことかかない髪は短く買って両方をゴムテープで結んでいるだから昔のように小寄りにして髪を結ぶなんてことはできない彼女たちは彼女たちで時には自分の肉体の一部の中に隠して出る生理時のそのバンドの中までは調べはしないし その大半はもう処女を失っている中には妊娠の経験者もいるしかし発見されれば仮出は取り消しになる彼女たちにとっていやこの少女たちばかりでなく成人の無期刑囚だって不定期刑の少年だって放置されている者だって鑑別所にいる子供たちだって この収容所の門から出る喜びを取り消される苦悩はわかる。同じ空だが、その青さが違う。同じ太陽だが、その輝きが違う。空気の味さえ違うんですよ、と彼らは言うのである。無期継衆にも出国の機会はある。何の反則もなく、社会へ返しても再犯の心配なく、 寄住地の環境が良ければ日の目を見ることができるのである有機系でもその3分の1を過ごすと仮出の対象になるだから満期と言わず仮出国と言わずその日の来るのが彼らには何者にも代え難い喜びなのだどんな喜びだってこれに過ぎたるものはないでしょうね彼らの誰も決まって言う その仮出の一日をあがなうためには彼らは万全を惜しまないであろう。だから利口な彼らは決してそんな取り消しの危険を冒すことはない。だが彼らの社会にはシャバではわからない掟がある。恩は必ず返さなければならない。恩。だがこれは我々の社会の通念とは著しく違っている。 彼らのいわゆる義理人義なのであるこれを果たさなければ懲役人の辛いおごしだと示談されるアッハ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 ッだがそれもまた危険なんですようっかり家の者に伝言を頼んだりするとその野郎は家へ行ってご馳走になった上金や品物を持ってずらかるんですよ囚人たちは言う 先に出たらね、君の家へ行って君の近況を伝えてやるよ。石鹸や紙や本なんかも差し入れさせてあげるし、うっかりそんな口車や手に乗ってはいけないのだ。が、公金されている彼らは、わらしべ一本にも頼ろうとする。そこに危険がある。しかし、ふさえと京子の場合は違っていた。 二人は同じ島のものもであった。ここを借た退院して保護司がついて構成するはずであるがその誓いも一日も早く出るための手段であって一歩院を出ればこの連中には保護司なんかうるさい存在でしかなく誓約書に書いた遵守事項なんかは流行下の一小節ほどの感激もないまた元のズベの生活に戻るのは分かっていた その島では、ふさえの方が一枚上であった。彼らの生活では、罪の高いほど、刑の高いほど幅が効いた。誰に渡すの京子がしばらくして聞いた。第六に。京子は一瞬体を固くした。第六は、木村翔吾の弟だったからである。 あのことはふさいは知っているのだろうか恐怖が津波のように京子の心の中を横切っていく京子はちらっとふさいを盗み見たがそのな長の美しい横顔は水のようにすんでいたこうした施設に来る少女としてこれくらい美しく鋭利な顔をしているのも珍しい 事実彼女は人一倍利口だったしちゃんと高等学校もいい成績で出ていた家は電気器具商で豊かでもあった一人娘でわがままに育てられ遊び歩いているうちに45人の不良に集団で暴行されそれからぐれ出したキレの長い目高い鼻いつも皮肉を造しているような薄い引き締まった唇 その左端をどうかするとちょっと歪めることがある。それが一層彼女を声援に見せ、また高慢にも見せていた。女にはわけのわからない嫉妬がある。恐怖の上後の木村翔吾が。なかなかすごいけじゃねえか。白衣ぞ。あんなの一ょかわしてみたい。 と言ったその時の目つきに、京子はカッとし。何さあんなつーんと済ました嫌みのと吐き出すように言ったものの、京子の心は穏やかではなかった。はっはっはおいらはね、人のいただかない初物に魅力があるのさ。あたいが古いったのふさえをやり過ごし、 その正午の長い手にぶら下がりながら京子は言ったうごは返事をしなかったそれは尻の軽いおさせの強子に嫌気がさしていたからでもあるそのくせうごも相当の女たらしで商売と言ってはなくパチンコ屋の景品売の頭を張って食っていた俺は処女に魅力があるんだと惚れた男の言ったひと言で 頭の悪い京子はあんなことをやらかしたのである。土地のヤクザの五六人に、京子は自分の体を大物にして、ふさを襲わせたのだった。この心情は我々にはわからない。処女で亡くなれば、正吾は手を出さないだろう。と、簡単に彼女は思ったのである。 だがそれを境にしてグレの方に入った房枝をあっさり祥吾は自分の助にしたそのことを京子は知っていただが一方の房枝は京子が祥吾の女であったことは知っていなかっただろうか京子は房枝がぐれてほんの少し経ってからパクられ練り館から東京の少女院を経てここへ不良移送されてきたのである ここへ来て二人はよく島の話をしたが祥吾のこともその弟の第六のこともついぞ房枝の口からはではしなかったことに自分が房枝にああしたことを房枝が知ったらここでの先輩であり気性の激しい房枝はただでおかないはずであるここでは死刑が大ぴらに行われていた 生徒に人気のある聡明な夫妻に代わって、彼女におもねるチンピラが京子をただで置くはずはなかった。何にも感づいてはいないんだ、と京子は思った。名校に送られると分かった時、京子が何より恐ろしく身の毛のよだつように思ったのはこのことだったのだ。しかし夫妻は知らない風だった。それが今不意に、 ふさえの口から、第六の名前が出たのである。シンバル。そのおきてに従って、負い目をふさえに感じている京子は、その手紙を上手に持ち出した。これで彼らに復讐ができるんだ。と、ふさえは北えんだ。 その手紙は第六から兄の翔吾の手に渡った東京から遠く離れている房枝のここへは一度房枝の母が面会に来たきり翔吾も来てはいなかったもっとも親兄弟か雇い主などしか面会できない規定にはなっているが用意の日にちを知らせてほしいその手紙にはたったこれだけしかなかった 何の用意。これは京子にも分からなかったしもし先生に見つけられても夫妻には言い逃れの用意が十分できていた「木村と出てからの結婚の日取りなんです」とも木村と当時に行くと約束しているんです見つかれば京子のこと第六の名も言うに決まっているうっかり隠してはかえって疑われることを 聡明な夫妻はちゃんと計算に入れていた危険でないところまでは本当のことを言うことこれはズベになって警察に補導されて悟った彼女の心情だった姉さんが帰ってきて何日がいい日なんですこんなはがきが妹の名で来た女文字だが 妹の字でないことは夫妻にはすぐ分かった。みっちゃん、お元気ですか姉さんも元気です。11日に婦人会の総会があって、姉さんもシンバルで演奏に出ます。聞かせてあげたいんだけど。名工学院は古敵体を持っていた。 この辺りでも有名で何かの会合があるとよく演奏を頼まれていた演奏会の日の自分体が悪くなりそうで心配です上手にできるように祈ってね女らしい手紙やはがきのやりとりがその月中続いた5月11日木曜日 市の自治会館のどこのホールで何時に彼女たちが演奏を始めるか、正午は調べ尽くしていた。朝バラバラと小雨が来たがすぐやんだ。強風特報が出ていて相当に風は強い。30人余りの生徒が白いブラウスに真っ赤な細いタイ、紺のスカート、白いソックス。いつもの 色の冷めた紺色の上着と形の悪いズボンとは打って変わった勝者なスタイルだった1台のバスに乗って房枝たちは会場に向かった約束のように来ているだろうかカラス顔の河原では今日もコンベヤーが動いていて幾代ものダンプカーが河原をのろのろと通っていた橋の上を過ぎると。 運転台から誰かが手を振った名光のバスだって知ってるのね生徒の一人が行って窓の外に手を出したが教官ににらまれて首を縮めながら引っ込めた房枝は黙ってそれを見ていたバスは町に入ったしばらく見ないシャバの風景である 同じ年頃の美しいスタイルの娘が目につく映画館の絵の前では「ほーっと思わずみんな口からため息が出た自治会館の車寄せで降ろされ2列になって2階の控え室に通された会はもう始まっていて廊下には胸にリボンをつけた接待やジムの人たちがいるばかりであった「ご苦労様。 誰も彼も温かい言葉をかけてくれる。参観に来る時のような白い目はない。しゃばっていいもんだ、と少女たちは思う。学院では飲めないようなお茶を接待してくれる。演奏が終わると、せんべいとジュースが出る。これも少女たちにとって大きな魅力だった。演奏の始まるのはジャスト四時。 まだ30分ほど間があった誰かが連絡に来ているはずだがそれが誰なのか房江には見当つかない1階には図書館があって女学生や男の学生の姿も多く見えるまさか男ではないだろうと房江は思った房江は落ち着けなかった壁の電気時計を見るとまだ時間は10分からあった 先生トイレに行きたいんですけど。学院の作業場ではどこにも監視の目があって、作業場の一隅にあるトイレに行くにも許可をもらい、トイレの使用中は汽車のように扉の上に赤く電気がつくようになっている。そこからの逃走を防ぐためである。だが、ここは3階で、逃走される心配はなかった。誰か一緒に行く人ない 先生の一人が言った「私?」と一人が申し出た八代という教官がついてくる廊下の斜め向かいにトイレがあったふさいが先に入っていったその時ちょうど一つの扉が開いてスラックスの女学生風の女がひらりと出てきてすれ違いざまふさいにぶつかった「あらごめんなさい」 ほんの瞬間だった。夫妻は左手をつねられた夫妻ははっとして八代教官の方を振り返ったが八代は女の持った本能で鏡を覗き込んでいたその女学生はトイレのドアを半開きにして房枝を待っていたに違いない「逃走のレポに来るくらいの女」「特徴のある美しい顔だったし」 また背の高い彼女を一目でふさえと分かったものであろう房えは今女学生の出てきたトイレに入ったぐるりと見回したがレポらしいものの隠し場所はないペーパーの覆いをはねてみたがない便器の上に上がって水槽の上を探したがただ手が真っ黒くなっただけだった隅に放浪引きのおぶつ入れの小さな壺がある 中に半分ほどお物が詰まっているそれをかき分けて底を見ると硬いものが手に触れた相当の重さがあった引き出してみるとそれはプリントのハンカチに包んだ一丁の小型のピストルであるすんでのことで房枝は声を上げるところであった それと一緒に千円札が1枚と、それから1枚のメモが入っていた。裏手の土手に砂利ダンプがある。ふさは素早くそれを包み直し、スカートを上げ、パンティのゴムの結び目にくくりつけた。ひかさん、もう時間よ。八代教官の声が外でした。 夫妻はハッとし、足でハンドルを踏み、水を流した。やしろ教官は、外のドアを半開きにして待っていた。夫妻は手を洗い、ちょっと鏡で額に垂れた髪を直す格好をしながら、自分の顔を覗き込んだ。別に顔色も変わっていない。本能的にちょっとスカートを引っ張り、やしろ教官の後に続いて、廊下にってた。 部屋に戻ると、少女たちはそれぞれ楽器を持ち部屋を出かかっていた。休憩になったと見えて、行動から人々がぞろぞろと出てきた。ふさえはシンバルを抱え、どろのろと少女たちの後ろに続いた。七人の教官のうち、四人が演奏者である。二人が生徒の監視について行動に入り、一人が部屋に残っていた。ふさえは、 この機会を狙っていたのである控え室の前は公道から出る人並みでいっぱいであった房枝はその渦の中に紛れ込んだ彼女はとっさに向きを変え体を縮めて人の群れをくぐり抜けた誰も被災に注意するものはない何か忘れ物でもして急いで引き返すのだろうと思っただけである 休憩室は2階になっている。ふさえはさすがに気が点灯していた。階段で足を踏み外して前の人に突き当たり、シンバルを手から落とした。それが階段を2、3段滑り落ち、コンクリートの床の上に大きな音を立てた。ひか突然頭の上で叫ぶ声がした。ふさえひか ふさは1階への階段をめがけて走った。磨かれた床にともすると足が取られそうである。一瞬人々は事態が乗り込めず、さっと道を開いた。ひかゴム底の靴の音がすぐ耳の後ろに響き、ふさは今にも襟首を掴まれそうな気がした。階段に足をかけ、振り向きざま残っていたシンバルの一枚を叩きつけた。 それは円盤のように飛び教官の方をかすめ、窓ガラスを破って大きな音を上げた。ふさえは玄関で一度つんのめったが、そのまま車寄せに飛び出した。ひかふさえはスカートの下に手を入れピストルを抜き出すと、照準も合わせずに撃った。大きな音がしたが、弾は当たらなかった。 2階と3階の窓に首がずらりと並んでいたダンプカーそれは何の特徴もない大型の砂利積みダンプカーだった房枝は階段の植え込みの中に飛び込み這うように走った花をつけたツツジが強風にざわざわと揺れていた 右の方右の23階から誰かがどなっていたが風の音で追跡の教官には聞こえなかった階段の裏はすぐ土手になっていた夫妻はそれを一気に駆け上がり風にあおられてコロコロとその土手を転がり落ちたダンプカーが1台砂利を積んでいた「こっちらこっちらと スコップで荷台の砂利を鳴らしていた男が叫んだ夫妻は考えている暇もなく夢中でダンプカーに駆け寄り助手台に飛び乗ったそれはほんの一瞬の出来事だった荷台の上の男はせっせと砂利鳴らしのスコップを動かし続けている風はまたひとしきり募ったしばらくすると そのダンプはゆらりゆらり巨体を揺すりながら凸凹ここの瓦をゆっくり登っていった助手台にはさっきの荷台の男が乗っていた車は土手を登りきると左に折れ自治会館の横から県道に出た何人もの警官や学院の教官の青白い緊張した顔が折からの雨の中で右往左往していた その中の一人が言った逃げきれませんよ前はこの通りの川ですし後ろはずっと山ですあれの足では5キロと走れないでしょうねそれにこの風と雨何の雨雲もなし薄着ですからなるほど気温はぐんぐん下がっていた群馬県でもこの辺りは春が遅い4月も中旬なのだが まだ遠くの山には雪が残っていたポーチにかかっている寒暖系の水銀はとうとう柔道を切った道は一本道ですしですが乗り物がありますよバスにはすぐ手配お願いしましたわあははははと刑事の一人はすぐ笑って バスばかりが乗り物じゃありませんよヒッチハイクって手もありますここは砂利虎の道で今日はこの風で少ないが日に何十台って突っ走ってますよそんなトラックの運転手美しい若い女の子に手を挙げられちゃ黙って素通りするやつはいませんよ電話連絡しましたよ一本道ですからね検問所を建てて一斉尋問することになっています ポータブルの無線機を持った若い制服の警官が言った名工学院からの逃走は今まで一度もなかったそれにこう手配が早くては近くのバス停留所か私鉄の駅で捕らえられるのがオチであるその私鉄の駅までは山越しで30キロからあった遠く春菜花曲がり山 薄い峠がぐるりと散歩を取り巻いて道は一本しかなかったその途中の駐在に臨時の検問所を作り自動車をしらみつぶしにしていたその途中の駐在に臨時の検問所を作り自動車をしらみつぶしにしていた女ながら狂気持ちどんなことをするかわからなかったトラックは積み荷はもちろん シートの下からボディの底まで調べられた。タクシーや自家用車は、ちょっと事故が起きましてね。おそらくいりますが、と丁寧に言って、そのトランクの中まで見せてもらう厳重さだった。だが、そのどれにも負債の姿はなかった。強風のために車の交通は少ないというものの、 それでも砂利トラックがやはり一番多かったもちろんそのトラックも調べられた停止を命じられるとスピードを上げて逃げかかったのも23台いたが捕まえてみると積載量の超過と無免許運転の違反であった日暮れまで捜索は続けられたが房枝の姿は自治会館の玄関から消えたきりどこにも現れなかった おかしいですね。目撃者が一人もいないってこと。あれだけ特徴のある子なんですから。と、教官の一人が言った。とすると、まだこの館の近くにいるか、ここを出てすぐ自動車かトラックに拾われたということになる。この風で、今日は砂利のトラックもすくのをござんした。だが、 わにはいちょうどその頃ダンプが一台ここの横を通っていったそうです女なんかは一人も乗っていなかったですよダンプカーは全部押さえましたがね操作を指揮していた警部補が悔しそうに言ったその頃当のダンプカーの運転台ではハハハハハと、 大口空いて助手席の男が笑っていた一人の警官が職務尋問していたこれで3度目でさと助手席の男が言った免許証は積み荷はどこへ砂利は東京の滝野川の建築建設運転手も助手も免許証を持っていた超過していないようだな 警官は伸び上がって積んだ砂利を見ながら言った。事故が大ござんすし、違反が怖ござんすからね。今度の振動工法は、あしたちにはひどうござんすよ。君たちが無茶運転をするからだよ。身のためさ。警官も笑いながら。ナンバーが馬鹿にきれいだね。羽で番号が見えないほど汚れましたね。 珍しいよ。見えないのをいいことに走っているのは違反をやらかす手合いですよ。それは相当、今日の調べは厳重ですね。何かあったんですかああ別に。時々やらんけりゃ、君たちは法を守ってくれないからな。ははははは。ナンバーまで洗って走っているのに。 そのナンバープレートにも仕掛けがあったのであるあの土手を上がって町を出るまでは泥で数字が読めないようにしていたのであるおいかわいそうだぜ出してやろうじゃないかしばらく走って運転手が言ったいやこのごろの札はしつっこいよまたストップがないとも限らないじゃあ群馬県を出るまで待つか ああ。そして本城辺りから左へ折れて秩父へ回るんだ。男がドライブマップを広げた。第六さんも物好きだな。物好きったってあの美人だからな。俺だって一肌も二肌もぬうよ。ふさえはこのダンプの中にいたのである。ふさえは自治会館蔵の土手を転がり落ちると、 すぐ目の前にあるこのダンプに拾われたダンプの荷台には運転台を背に小さな仕切りが作られその上から砂利をいっぱい盛り上げていたものだったまさか砂利の中に人間が入っているとは誰も考えなかった積み荷の中はもちろん運転手のシートの下ボディの底までのぞいた警官たちだったがその砂利の中までは探さなかったのである 細かな砂利というのに盲点があった。ふさえはここへ入る前、正午と闘争の打ち合わせをしていたものだった。少年院では刑務所の脱獄のように過重闘争の罪で罰せられることはない。ただちょっとばかり仮退院が伸びるだけである。だからスリルなんですよ。と彼らは言う。一種のスポーツだな。 しかし、そのスポーツを、ふさえは楽しんでいるのではなかった。ふさえは、小室京子に称号を取られることがたまらなく嫌だったのである。それに、ひとときも早く自由が欲しかった。自由の魅力は、公金生活を強人にする。もう四五ヶ月待てば、大手を振って出られるものを、それが待ちきれなくて、 監守を殺害して死刑の宣告を受けた東京中野刑務所の脱獄衆がいい見本である命を懸けてまで彼らは一日の自由を欲したそれは常人ではわからない異常な心理だった負債は脱走のチャンスを狙っていた仮出していく教訓を通じて約束通り正午に送った第一審の 用意の日にちというのも、自分の方から演算会の日をいきなり言ってやったのでは共感に怪しまれる。この用意の日にちこそ、脱走の準備は完了しました。そちらの用意はいかが、日にちは追って知らせます、という意味だったのだ。砂利虎を用意することも、 ふさえの作ったトリックであったランプは本庄から右に折れ三郷から寄居にかかったもうすっかり夜になっていてふさえは砂利の底から出て運転台に並んでいたカーはさらに右折し長瀞でふさえを木村省吾に渡すことになっていたカーは三橋に入り山を巡って 断崖にかかった。ニューブロー。降りる？と負債が突然に言った。え。とびっくりして、助手席の男が負債を見た。うん、ちょっと。負債は闇を透かしてみる。 さっきから小一時間車はおろか人っ子一人行き合わなかった炭み焼きのトラックがたまに通るだけの道でひどく悪くダンプはノロノロと左右に揺れながら徐行していた風はますます激しく雨のためにフロントガラスのクリーナーがせわしく動いていたおこんな雨の中にそろそろ先に行って。 <laughs> なんだブローガー車を止めて助手席の男が道を分けたドアを開けるとしぶきがさっとふさいの顔をたたいたああ、これを着て行きなクッションの上に敷いていたレインコートを運転手がふさいに投げてよこした男なら車の上からやらかすものを。 女のオションはこんな時は厄介だな夫妻はそれを羽織って降りたそこを曲がって待ってる車はゆっくりスタートして崖を回っていった右手は赤ちゃけた岩肌の出た崖で左手は深い谷になっていた房枝はのぞいてみたが水音も聞こえなかった ふさは赤いテールランプの明かりが見えなくなるとスカートを上げパンティーを下ろしてしゃがみ込んだ痛いほど下っ腹を押して溜まっていた尿が激しい勢いで地面を叩き生ぬるく足に跳ね返った顔色が変わっていたほどこらえていたのでふさは生き返ったような満足感でいっぱいだったいきなり向こうでエンジンの爆発音とは違う 豆のはじけたような連続音がした。が、それはすぐにやみまた風の木を鳴らす音がひとしきり募った房枝は立ってパンティーを上げたひもにくくりつけたピストルの包みがおもったく横っ腹に触れたふいにまた今度はずっと近くさっきと同じ爆発音が向こうでした今度は ふさえにも銃の音だとはっきりわかった。喧嘩一瞬ふさえはそう思った。ふさえは崖を回っていった。と、ザザザっとものすごい音が向こうでして、路肩からダンプのライトが目に入った。その揺れる工房の中にふさえは暗い夜空を背景に、 下の方で大きな音がしやがてメラメラと火が燃え上がった房枝は音もなく立ち尽くしていた雨がードのない彼女の髪から顔をぐしょぐしょにたたいていた襟首から雨のしずくが冷たく胸に流れ込んだ ふさえの混乱した頭に事態は容易にのみ込めなかった走り出しかけてふさえは立ち止まった自分より先に小さな一つの影がダンプの落ちた路肩に見えたからだったその影は何かを言っているらしいが風と雨の音でふさえのところまでは届かなかったふさえは崖にぴったり身を寄せじっとその影を見つめていた 捜索隊に発見され、発砲したので逆に撃たれたのだろうか。なるほど。その影は鉄砲らしいものを持っていた。が、捜索隊なら一人でいるのがおかしい。あれ雨の中で、夫妻は小さな叫び声を上げた。あ、あれはおけ小室京子じゃないか何をしているんだ ふさえにはそれが何を意味しているのかわからなかった。なぜそんなところに一人で立っているのだろう。連れはあるのであろうか。その鉄砲でトラックを撃ったというのであろうか。だとしたら、何のために襲ったのだろう。あれに乗っていた二人はどうなったのだろう。それにしても、京子が一人でいるということが、 ふさにはどうしてもわからなかったああ自分を迎えに来て何かあったんだなふさは今目の前で谷に落ちていった車は自分の乗ってきたダンプではないと思ったのだ京子は正午からここを通って長瀞に出るのを聞いていたのだろうか京子ふさ子は声をかけた。 一瞬、向こうの影は、ギョッとしたように向きを変える。京子あっダンタンと、雨の中にこだまして、ヒュンヒュンと、玉がふさのそばを流れていった。ふさは夢中だった。崖っぷちの草むらの中に飛び込んで、ガバと身を伏せると、叫んだ。京子京子 私だふさえだよひかふさえだよどこにいるのゆうと一緒に、京子はまた声の来た方向に打ち込んだ。今度は玉は遠く逸れた。ふさえは腹ばいになりながら、腹部に固く食い込んでいる拳銃をほどいた。ふさえ崖を回ってくる京子の声が近くなった。 ふさえにもやっと意味が飲み込め始めた。待ち伏せしてやがったんだ。殺すつもりだなふさえは拳銃の撃鉄を開けたが、撃つのはやめた。うっかり発砲しては、ただ京子に自分の場所を知らせるばかりだからである。それにこっちはピストルだし、向こうは猟銃らしい。勝ち目は十分の一もない。ふさえ 返事をしろいだが、ふさえは黙っていた。待っていたんだよ。お前の手で来るの。あたいは、正午をお前に渡すのが嫌だったんだよ。だから逃げるのを手引きして、やるつもりだったんだよ。おいらもそのつもりだったのさ。 フードのついたレインコートにレインシューズを履いた京子は銃口を崖っぷちに向けながらそろそろと歩いてくるふさえは左手で木の枝をつかみ右手で京子を狙っていた木の根で足を支えているのだがともすると滑り落ちそうになるふさえは枝をつかんだ左手に力を入れピストルを上げた 幸い京子は房枝がピストルを持っているのを知らないらしい黒い影はゆっくり近づいてくる京子は続けるこの辺りはアタイの生まれたところさだからアタイがプランを立てて砂利虎がここを通るようにしたんだ聞こえるかいダンプと一緒に谷底へ叩き込んでやるつもりだったが なんでお前はタンプを降りたんだい京子の姿が近づき、消門の中に入った。ふさえ、撃てよピストルを持ってるんだろふさえは、その声と一緒に引き金を引いた。目の前で赤い火が散った。京子はその火をめがけて、ゆっくり 熱い鉛を叩き込んだ。ビシビシと房枝の体の近くで木の枝や岩にめり込む響きがした房枝は枝をつかんでいた左手が急に焼けつくように思った彼女の体はズルズルと濡れた草を滑って落ちていった「バカタレ」「房枝のバカタレ」そのピストルはタイガー持たせてやったんだ。 だがそいつは上野のアメ横丁で売ってるニューブローニングのおもちゃだったの。お前知らないんだろう <laughs> おもちゃでも気強いだろうと思ってね。それに、お前には弾きの知識なんかちっともないんだから。バカ垂れ目滑り落ちながら、 夫妻はその京子のセリフを聞いただが次の日長瀞の淵におもちゃのピストルを持ち死体となって浮かび上がっていたのは小室京子だったそれっきりそれっきり比較房枝のうわさは聞かない